皆さん、えー、とカービングされた方は、まあ、もう結構あのラディッシュ掘ったことあるって方多いと思うんですけどあとはカービングされてない方でも結構これ飾り切りになのでなんかお弁当に入れたりとかお料理好きな人とか結構こういうのやったことある人も いるかなどうかなと思ったんですけど、ちょっとねあのいくつかご紹介していきたいと思います。ちょっとなんだろう見にくいね。<laughs> えっとえ画面暗い？画面暗いですか？えどうすればいいの画面暗いって。あ大丈夫？何ハッピーソープ季節さんの画面の。 <laughs> ハッピーソープ季節さん側の問題だった私の方では大丈夫なのかなよいしょじゃあよかったよかったじゃあねえー、とちょっとなんかうん暗くないメイさん大丈夫はいメイさんこれラディッシュってやったことありますカービングはメイさん初めてのようなんだけど カービングやられてなかった人でも結構飾り切りをやられたことある人って多いのかなと思うんですけどこれねこれこうまっすぐあカービングナイフの入手方法あつこさんやってみるカービング <laughs> えっとねこの間もちょっとあのお伝えして購入していただいた方いたんですけれどもアマゾンとかメルカリで売ってるんですよ。それでね えーとまあいろんなカービングナイフがあるんですけれどもちょっと待ってね今ナイフ持ってくるいろんなカービングナイフがあるんだけれども結構値段的にもお手軽で初心者さんにも扱いやすいのがえー、とこれ,見えるかなこれなんですよこのね 絵がプラスチックで「コムコム」って書いてあってで同じような見た目でここの歯がウィーンとちょっとこう、まわえー、と長くて R がかってるナイフもあるんだけどそうじゃないここがまっすぐなやつがいいと思うんですよ。ちょっっと待ててねねねいてるやつ見せますこ、ね、ここれこれこんな、ね こんんなな感じのナイフなんですけれどもでこれがね amazon だったら1,000円ぐらいでメルカリだったら、えー、と多分ね850円で売られてると思うんですよ。で a z o n だとね1,000円に送料がかかるからメルカリだと送料込みで850円で売ってるからメルカリの方が <laughs> なんか私的にはおすすめかなと思うんですけれどもちょっとメルカリもね あの今チェックしたわけじゃないから値段ちょっと正確かどうかわからないんですけどでも大体ね850円で売られてることが多いんじゃないかなと思うのであつこさん是非ちょっともしメルカリやられてるようだったらメルカリ覗いてみてください。ね皆さん他の方でもちょっとカービングに興味のある方はカービングナイフねこういうものなので。 1> 1, 円前後ぐらいで購入することできるのでぜひ,ぜひあのー、始めてみてはいかがかなと思いますカービングすごい楽しいですよ。ははい、はいじゃあちょっとまあのー、また元に戻りますねよいしょなんかずれちゃったね画面が。よいしょはいはいえー、っとちょっと昨日掘ったやつ紹介ね。 これは V の溝を縦にヒューヒューヒューっと入れてこういう感じの飾りです。でこれはこう横にその V の溝のようなものをこうぐるぐるっとねこうやって彫っていってこんな感じになるものです。えメルカリやってないのえっ、ー、とねじゃあどうしようかな。 あアマゾンちょっと値段メルカリより高くなっちゃうけどアマゾンでも売ってますよえー、っとねこれはなんていうのこういうちょっとこれ細かくて大変かなもしあの余裕があるようだったらこれもちょっと後でやりましょうであとはこう丸い彫りを入れて水玉みたいで可愛いよねでこれでもいいしあとはちょっとあの 何だろう形をねちょっと整えると毒キノコみたいな感じのもできたりするので後でちょっとそれもねやってみましょうねあ私から購入私から購入でもできるんですけどちょっと値段がメルカリの方が安いんだよねあの私教室で1,000円で販売してるんですよでえー、っと敦子さんに送るとなると送料もかかっちゃうしあとはえー、っと 料金を銀行振り込みしてもらうと振り込み手数料もかかっちゃうじゃないですかだからねちょっと高くなっちゃうからメルカリの方がいいかなと思ってちさっきちょっと紹介してたんですけど、うん、これハートねメルカリってなんだっけ登録してないとあれ購入できないんでしたっけ あとねこれねちょっと昨日掘って水につけてたら掘り口がちょっとぐわっと開いちゃってなんだかよくわかんなくなっちゃったんですけどく、えー、の形を、えー、と6個掘ったようなものですこれ後でやってみようと思います最近ねあのー、いろんな素材で雫を掘るっていうことをちょっとやってるので,であこれもねほらく、これねこんな感じ。 でこれこれ結構いいですよねここにこの飾り切りこう開くような感じで飾り切りをしてえそれでもいいのちょっと高くなっちゃうよじゃあちょっと後であとで個別にちょっとお話ご連絡しましょうこのねあの開くような感じの彫りを入れてお水につけてあげるとこうやって開くんですよこれかわいいよね ね、ラディッシュカービンラグディッシュの飾り切りならではっていう感じですね。はい、じゃ、あこの辺のちょっと見本な感じで、今日いろいろいくつか時間の許す限り作っていこうと思います。どの辺が人気なのかなね。それぞれ皆さんお好みがあるのかなと思うんだけれども可愛い,いよね。で、これ作ったら。 そのままねサラダに入れてもいいしあとはインスタライブ第1回目の時のようにあのピクルスに入れてもいいピクルスにしてもいいですよあの、うん、ピクルスあの結構早く浸かりますのでねしよいしょ,いしょじゃあちょっとえっ、ー、と EK さん ゼロ七ゼロ一さこんにちは。よろしくお願いします。はい、はい。ではね、この辺やっていきましょう。ね、ね、これ、ほら。ラディッシュ、何軒かのスーパーで買ったんですけれども。ほら、大きさが。大きさいろいろですよね。わかる。こんなに、こんなに大きさ、落ちちゃった。<laughs> こんなに大きさが違うなんてね。よいしょ。 でえっ、ー、とライブではおっきい方が見やすいかなと思ってどっちえっ、ー、と左から2番目ってこれこれこれ左から2番目これ開いてていいよねやっぱりこれあの華やかだよねこの開く感じって。じゃあこれもあとでちょっと切り方やりますね。ううん、うん、うんん これねラディッシュ覚えられると本当にあのー、普段のご飯の時何ていうのおかずお肉料理とかお皿に盛った横っちょにこういうラディッシュ何個かこうかあの飾って添え物として飾ってあげてもいいしサラダの中に入れてもいいしさっきみたいにピクルスにしてもいいし。 お弁当に入れるとねすごいかわいいですよだからお弁当をね作る習慣のある人なんかはぜひぜひ覚えていただきたいと思いますはいでは何からいこうかなじゃあ基本的な最近よくやってバンって出ちゃったんだけどなんでだろう充電入れてるんだけどうんなんかちょっとバッテリーが今電源 部屋にいるからコンセントで電源入れながらやってるんだけどバッテリーがありませんってなっちゃったねえメイさん是非是非やってみてくださいねはいじゃああのメイさんもよくやってくれてる「しずく」<laughs> どんだけしずくやるんだって感じですよね「しずく」をやっていきたいと思いますねでこれこの ピュッていうヒゲみたいなの。あの、食べる、飾りとかでね、カービング、ラディッシュカービングするときは、これ残してあげて、あの、残してあげても可愛いんだけど、食べるっていう目的で彫る場合は、あの、あ、としみさんおはようございます。あの、食べるときはこれ、あの、ちょっとあると食べにくいよね。だからここは、スパンと切ってあげます。よいしょ。でね、スパンと切ってあげる。そしたら、 この今切ったそこを中心として放射状に最近よくやっている雫の彫りを彫ってあげましょうこんな感じで何個彫ろうかえっ、ー、とじゃあまず6個彫りましょうでえっ、ー、と真ん中がくっついた雫ちょっと6個彫りましょうねじゃあここにまず 雫の彫り方を、えー、とちょっと忘れちゃったとかあとは「えし何雫の彫り方なんてあの今までのライブ見てないからわからない」っていう方は、えー、とインスタライブ1回目の時にねピクルス作ったんですよ。でその時にきゅうりにこの雫を彫ったんですけどその時結構ね えその時結構掘り方の説明入れたんじゃないかなと思ってるんですけどうん多分ね初めての時だったから掘り方結構説明したような気がするのでもしあの雫の掘り方わからないという方は YouTube でえー、っとピクルスなんていうタイトルかなピクルスを人参大根えー、っときゅうりでピクルスを作ってる YouTube ライブあ y o u t u b 載せているので、それちょっと見ていただけると彫り方よくわかります。これね今シズクシズク六個彫りました。こんな感じよこっち真上から見ると可愛い,いね。ちょっとごちゃごちゃしちゃってて。 よいしょよいしょ散らかってる感じだよね <laughs> こんなこんな感じですこんな感じで1個できましたそしたらね次々いきますよどうしようお水つけなくていいかライブ中だからよいしょあっペペペペベリーさんおはようございますよろしくお願いしますあ ブルーメ3608さんもおはようございます。よろしくお願いします。サカラリ・パウ,ウエストさん、おはようございます。おはようございます。えーと、ザハラ・バーさん、おはようございます。ちょっとね、今、ウェーブ入れてますね。 ちょっとウェーブ押し忘れてる人いたらごめんなさい。今ちょっと一応全員にウェーブを押してるつもりなんだけど、ちょっと押し忘れちゃってる人がいたら、あの、意味は押し忘れてるだけですので、ごめんなさいね。えっ、ー、と結構皆さん見ていただけてるな。 結構ね夜の配信の方が見ていただけてる人数が多いかなと思ってやっぱり朝ってちょっと皆さん忙しいのかなどうしようかなと思ってるんですけどえっ、ー、とちょっとね今ウェーブ遡ってやりましたけどもしあのウェーブ押してない方いたらちょっとごめんなさいちょっと戻りますねコメント最後の方に。 なんかねあの一応今ゴールデンウィーク中なのであのお仕事お勤めの人とかお仕事お休みの人多いから午前休みの日は午前中配信にしてるんですけれどもねどうなんでしょうねその辺はいでは次これやっていきましょうね今やった雫の長細いバージョンをこうラディッシュの。 縦にこう入れてあげるっていう感じですねこれをそのまま細長くこう伸ばすみたいな感じですこれはここからの見栄を考えて彫ったデザインだけどこのラディッシュは横からの見栄を考えて彫ってるデザインって感じですねそしたらまたこれねひげのところいらないのでよいしょプチッと切っちゃう手で切っちゃったはい。そしたらねこっちのあのお尻の方からスタートします でここに、まあ、ちょっと丸みのある雫の細長いのみたいなのを作ってあげますねちょっとナイフ斜めにしてスーッと下までそしたら反対側の斜めにしてスーッと下までこういう感じこういう感じね で次々横並びに彫ってってもいいんだけど私ね結構バランス見ながらやりたいのでい1個彫ったら真向かい彫っ,って横彫って横彫って間を埋めていくみたいにそんな風なやり方するのでそのやり方でちょっといきますね。で今1個彫ったのでその真向かいに今左側にナイフをちょこっとだけ傾けてます。ですーっとまっすぐ そしたら今度は反対側右側にちょこっとだけナイフ傾けてます。でスーッとでこんな感じ。そしたらあの横っちょに90度ぐらいの位置に斜め斜めよいしょ。あんまり深くなくていいですよ。あんまり深くねあの3ミリぐらい入ってれば全然いいぐらい。 あんまり深いとちぎれちゃうからねよいしょこれ慣れてきたらすごく細かくしてもいいけど今はもう初心者さん向けなのでもうこれとこれの間に1個入れるぐらいのそれぐらいの感覚でいきましょうでもっと慣れてきてもっと細かくたくさん彫りたければ もっと細かくいっぱいのラインを彫っていけばいいと思いますピクルスにすると味がすぐつかるよねこんなに彫り入れてるからできたはいこんな感じね、見本の時はもうちょっと、ね、細かく入れてますねこっちはねだいたい八本ぐらいかなライン彫りがこっちは多分ね十二本ぐらいライン入れて 彫りを入れてますね彫りの数が違うとこうやって違ってきますねよいしょじゃあ次何行こうかうんとこれいきますこの水玉水玉可愛い,いよね私これ好きなんですよえっ、ー、と水玉可愛い,いからちょっと丸っこいのにしてあげましょうあで水玉ちょっとキノコ 毒キノコみたいなのを作ってみましょうかね。はい。そしたらね、ここいらないから、これ切っちゃいますね。よしょ。こんなね。で、こっちの髭もいらないので。髭を切りながら。この。丸い。丸く、彫り跡を作ってあげるっていう感じにします。だから、自分が作りたい水玉の大きさぐらいを。 うっって掘って掘あげる、うん、そしたらここからちょっと離れたところをまた今一番上に掘った水玉とあ変な形になっちゃった今一番上に掘った水玉とおんなじぐらいの大きさになるようにここを削ってあげます。で本当にねほらこんな薄くです。がっつりナイフ入れて削ろうととすると すごく大きな白い水玉できちゃうので本当に薄くこんなこんなねこんな薄っぺらもうほんそしたら一個真ん中から1個掘ったらその真向かいにここに1個掘ってあげましょうねえすごく薄くねもうナイフペタッと寝かせてこんなこんな薄くよこんな薄く。 削ってあげるで、ま、丸がちょっと思ってるより小さい時は追加ででで大ききくすするることできるんですよだけど大きく彫りすぎちゃった時はもう戻せなくなっちゃうのでだからちょっと最初は小さめ小さめで彫るのがいいかなと思います。ね。そしたら 1> よいしょ今1個やったから何個ぐらい掘ろうかなじゃあここの間に間にもう1個掘りましょうねで横並びに横並びにこう同じラインで掘っていけるようにしてあげるとバランスがいいですうん、こんな、あ見えないね こんな感じね、そしたらもう一つ下の段ぐらいまで彫ってあげようかなすごいおっきい音しちゃったごめんね丸、ま、く丸、ま、くなるようにで薄く薄く本当にこんなに薄くこんなねこんな薄く。 がっ,つり掘ってるわけじゃないです本当にここにねペタッとペタッとナイフを当てたらちょっとちょっと角度をつけてこう入り込むぐらい。でこうやってナイフをキコ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 あのー、動かしながら進むと彫りやすいです。でこうやってなんか大きさが小さいとかはわっ何か丸じゃないなんか妙な形だなっていう時は追加で ちょっと大きくしたり彫りを増やしてあげることはできますのでうんこんな今こんな感じできましたそしたらねキノコにしたいんですよキノコにしたいのでこれ今これが上にしたいのねこっちの下のところにちょっと今から彫るキノコの何ていうのこうえっ、ー、と傘じゃないところ何ていうんだっけああいうの。 この棒みたいになってるところの大きさを今作りますねそしたらここからナイフをこうまっすぐ垂直にこうやってまっすぐ入れますこうってで深さはまあ5 6ミリ入ってればいいぐらいですかねでナイフをこう前後にこう 押したり引いたり押したり引いたりしながら下書ききををした丸いいラインをこう掘っていきますねそしたらねこうやって、えー、と今掘るところものの傘の縁になる部分今からナイフを入れようとするところ慣れてきたらこの下書きいらないんですけど慣れるまではねちょっと下書きあった方が楽です。 そしたらね、この下書きのところに、こうナイフ入れます。こんな、こんなね。この方が分かるか。こんな風に。で、先ほどのここの垂直と、多分中でぶつかってるだろうなっていうぐらいナイフを入れます。そしたらまた、押したり引いたり、押したり引いたり、キコキコ動かしながら、下書き通りに、 ナイフを動かしていきますこう左手でラディッシュ回してあげてねこう右手はずっとこれをやってるだけ角度とかこう入り具合の深さとかそれを一定にしながら右手はこの動きだけで左でこうやって素材を動かしてあげることによってぐるっと掘っていきます。で,できたらほらほ <laughs> これねかわいいよキノコ見て見てかわいくないちょっと待ってねこれすごいかわいいんですこれキノコ毒キノコかわいいよねこれ毒キノコようん漫画とかに出てくるようなキノコねかわいい立つかなうん立つね はいはい、じゃあ次次行きましょう楽しいよねラディッシュカービング <laughs> えっとね何掘ろうか次はあそうださっきさっきリクエストがあったどれだっけこれこれそうこれね 水ににつけけななききゃいけないから先に掘るべきだったちょっと水につけ,つけて広がらせる時間もあるからあの先に掘,掘っとけばよかった今から掘りますねじゃあえー、とここまずここにちょっと,、えー、と6個の切りを,を入れるんですけれどもどれでやろうかなあんまん丸がいいんだけどあんまりまん丸まってないね。 <laughs> これにしようこれそしたらまたこれやっぱり取っちゃいます、うん、そしたらえっ、ー、と上のところに飾りの彫りを入れるんですけれどもまあこれでもいいですこんな感じでさっき最初にやったみたいにしずくを6個やってもいいしよいしょえっ、ー、とね 滴、ね、よりもっと簡単なのは、えー、とカービングナイフ持ってなくてこれ包丁しか持ってない人でもできるんですけれども、えー、と今からねこうやって斜めにちょっと今左側にちょこっとだけ左側にナイフ,かたナイフ包丁でも傾けてこういうラインこれぐらいのラインを入れます。そしたら今度はちょこっとだけナイフや包丁を右側に傾けて。 このライン、あ、混じり合ってなかった。混じり合ってないとね、こう取れないんですよ。だからちゃんと右の傾きと左の傾きが中で混じり合うようにね。これ、うん、これね、包丁でもできるので、あつこさんみたいにまだカービングナイフを持ってない方なんかは、えっ、ー、とこの彫り包丁だったらできますよ。うん。で、一個やるでしょ。そしたら。 何等等分分ににしししよううかな6等分にしましょうちょっと細かいと大変だからここにまたちょっと左に傾けて彫りを入れてあげるそしたらちょっと右に傾けて彫りを入れてあげる今こんなそしたらここの間にまたもう一個ちょっと左に傾けて ナイフや包丁で彫りを入れる。反対側にちょっと右側に傾けてナイフや包丁で彫りを入れる。えっとこういうお星様みたいなの。これはカービングナイフじゃなくて、えー、包丁とかフルーツナイフしか持ってない方でもできますのでぜひぜひちょっとやってみてくださいね。でえっ、ー、とあつこさんが多分好きなのはここだと思うんですけれども。 えとラディッシュカービングならではのこの広がりをつく広がるデザインを彫りますね。えー、とやり方としてはここをねなんて言えばいいのかなこういう形に彫るんですけれども見た目は。だけど切り口が斜めに傾けてこっち側を彫る。 で斜めに傾けてこっち側を彫るっていうような感じで右に傾けて左に傾けてっていうふうに斜め斜めで中でラインが混じり合うようにして彫るとこういうふうに彫れるんですよ。でちょっとお水につけてたりちょっと指でこうやって圧をかけてあげたりするとこうやって開くのでちょっとやってみますね。ねやってみないと。 なんだかよくわからないですよね。はい、でやる場所はこここのこことここの間のこの辺に作ろうと思います。で最初のうちは多分よくわからないだろうからやっぱり何かこう尖った用うとかね竹串とかそんなので今から掘ろうとしてるラインをこうやって下書き。 ちょっとここにこれぐらいの形を彫るのよっていうのを下書きこういうふうにラインを書いてあげると分かりやすいと思います。だから形形としてはこういういを彫るのねでもナイフをまっすぐ入れるんじゃなく左に傾けてこちら側のラインを彫る。で抜く。で右に傾けてこちら側のラインを彫る。 で抜くというような彫りをするということですね。じゃあ行きます。今ねわかる。ここに下書き入れてますよね。で、ここからナイフを入れるんだけど、えっ、ー、とこうやってんどうだ。こうやってちょっとあぼけちゃった。私の手にピントが当っちゃうね。左あ私の手にそうそうここここここ。ここここ 左に傾けて掘る。で、こちら側は右に傾けて掘る。っていうような感じ。分かるかなよいしょよいしょ。はい、よしこさん、ありがとうございます。おはようございます。えっ、ー、と、ソファミーネさん、おはようございます。えっ、ー、と、左利きあ 子さん左利きなんですねうんナイフは別にね右利き用とか左利き用とかそういう風になってないので大丈夫ですよえー、っとおはようございます水玉市松あ市松ね市松ね多分今日やる今日のデザインの中で細かくって一番ちょっと大変なのかなと思うのでちょっと後回しにしてます。 キルトさんおはようございます。ビクトリー、んビクトラさんおはようございます。えー、っと、294さんおはようございます。ごめんなさい、だんだんちょっと。えー、っと、うん。そうそう、あ、これ随分前のやつなんだけど、そう、キノコの軸をさっき作ったんですよ。ね、かわいいでしょ、あれ。えー、っと、 今どこまで来てるんだウェーブウェーブウェーブごめんなさいねこれコメントがね流れないんだよねだからなんかずーっと前のコメントのところで今ずーっと止まってて新しいコメント入ってるの気がつかなかったえー、っとちょっと待ってくださいねえー、っと 小野寺さん、小野寺さん、あの参加リクエストが届いてるよ。参加リクエスト。これ結構みんな間違えて押しちゃうんですよね。えー、っと。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よしうん、戻ったはい。ごめんなさいね。ちょっと中断しちゃって、この下書きをしたところに左に傾けるラインと右に傾けるラインを折ります。 はいじゃあまずここねここから今左に傾けたナイフをググッと入れますそしたらスーッと動かして先端のところまでくここまでねそしたら抜きます抜きますそしたら今度反対側右側に傾けますナイフをで右側に傾けてグッと入れたらスーッと移動するで下書き通りやりましたそしたらほらこれ。 今ちょっとこうやって指でやるとこんなふうに折られたんですよこうやってねで今はこんな感じだけどこれをお水につけてあげたりちょっとお水につけても開きが鈍いようだったらこうやって指で優しく圧をかけてあげたりすると広がってきますねそしたらこんなふうになるんですよこんなふうにねじゃあちょっとやっていきましょうね 慣れるまではこうやって今から彫ろうと思ってるところをここのラインを彫るのよっていう感じで下書きをこう書いてあげると作業がすごくしやすいと思います。間違いなく彫る位置を間違えることはないので。最初の頃ってねなんかあれも気にしてこれも気にしてっていうふうに、えー、と気をつけることがたくさんあるとすごく大変すぎちゃうので。 下書きをすることによって形をねあのー、作業中形を気にしないで済むんだったら下書き描いちゃって全然構わないと思いますね楽に綺麗に作りたいですよねはいじゃ行きますねもう下書きしたのでこちら側左側に傾けてナイフを今入れましたでスーっと先端のこの三角の尖りみたいなところまで移動 で抜くで今度は右側に傾けてナイフを入れましたでスーッと移動でこんな感じこんな感じに取れますあ、と取,取れるんじゃなくて掘れますねはいその繰り返しで次々いきますよで右側に傾けたラインと左側に傾けたラインがこのラディッシュの中で混じり合ってるとこうやって取れます 混じり合ってないとこうやってスッと浮き上がることできないんですよ。で、混じり合わない理由っていうのは、まずはナイフを入れる深さが浅すぎる。あとはえっと右側の傾きと左側の傾きの角度が違う。そうなるとえっ、ー、とこうやって外れるっていうかこう浮き上がらせることできなくなっちゃうので。 右と左は同じ角度で掘るようにしましょうあここまだやってなかったこうやってねグッと入れたらスッと移動グッと入れたらスッと移動こんなふで水につけてあげてもいいし優しくこうやって手でちょっとこうしならせてあげるそうするとラディッシュは果肉にちょっと張りがあるので こうやって形をつけることができますこんな感じうん。時間がないときは今みたいに手でやるのをちょっとなんかちぎりそうで怖いとか時間があんまりないとかっていうときなんかはもう掘った後ポチャンとお水につけてあげると自然と広がってくれますのでこんな感じねはいはいじゃあ次行きますえー、とどの辺やったっけこれやろうかハート あもう結構時間いっちゃってますね。じゃあちょっとハートやります。これにやろうかなハート。えっ、ー、とハートも、えー、と初めてだとハートの形彫りながら把握するの多分大変だと思うのでこう用うとか竹串とかでこうハートの形をね下書きしてあげるといいですよ。こうやって。 ハートの形、下書き。そしたらラディッシュに対してほぼ垂直にナイフを入れてハートの形を彫っていきます。深さはねそんな深くなくていいです2 3ミリ入ってればいい。 あんまり深く入れすぎちゃうとちぎれちゃうと嫌だからね。うん。今ハートの形まっすぐこう。まっすぐ掘ったんですよ。そしたらまっすぐハートの形掘ったらハートの外側をナイフをこう斜めにして削り落としてあげます。今度はナイフを斜めに寝かせてね。ハートの周りを。 先ほどの垂直に入れたラインとナイフがこう中で混じり合ってればこうやって取れるのでこうやってね斜めにナイフを入れてハートの周りを削り落としてあげる。こんな ここんなこんななあんまり目立たないかな目目あんまり目立たないないと思ったらもう少し白いところをたくさん彫ってあげましょう白と赤の違いがあるとデザインが映えるのでなんか今ハート彫ったんだけどおっとハートがあんまり目立たないなと思ったので周りの白をちょっと増やしてあげます。 そうするとね、多分ハートがもっとさっきよりかはもっと浮き上がってくると思いますよ。ほら、目立ってきた。うん。え、お花？かわいいお花ですねって。なんだろう、う前のやつのことかな？これのこれのこと？うん。そうそう、ハートもかわいいんですよ。 じゃあハートできましたね。そしたらどうしようか。えっ、ー、とこれ行きましょう。ぐる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 。ぐるぐるはこれもまずえっと円の形を下書きした方がいいですよ。そしたら最初ここにほぼこうラディッシュに対してほぼ垂直な感じでナイフを入れる。そしたら次斜めに削り落とす。 そしたらここも斜めにあって斜めにあって斜めにあって斜めにやってみたいな V の字で V の溝をぐるーっと円で掘ってあげるということですね。あバレンタインにいいよねバレンタインにチョコじゃなくてあのラディッシュをあげるという <laughs> でもね甘いのが食べられない人だからだったらねいいですよね。はいはい。 えーとこれちょっといびつだな。まんまるがいいですよね。どうせだったら。はいじゃあここいらないのでこれは食べるときに邪魔なので切っちゃいます。はいじゃあえーと今から丸いこうぐる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 っと掘っていくんだけれどもこの丸の形も掘りながら把握するのは大変なので最初にこうやって下書きを 円の形をね下書きをしてあげると作業が楽です、はいはい、ではほぼ、えー、とラディッシュに対してほぼまっすぐな感じでナイフを入れますでこうやって押したり引いたりちょっと小刻みに動かしながら右手はその動きだけこうやって小刻みに動かすだけ角度を変えたりしないで角度をキープでこうやって小刻みに動かす。で左で ラディッシュをくる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 回してあげることによって自動的に下書きのラインの上をナイフが通過していくというような感じにしてあげます。で今ね下書き通りに彫りました。そしたらナイフを角度を変えて入れてあげて先ほどの。 取ったラインとラディッシュの中で刃先が混じり合うだろうなっていう感じで入れてあげるそしたらほらこんなこんな感じですこんなふうに取れるからねそしたらまたこうやってでここにラインを入れるとき角度なんだけどどう入れれば次のなんどう入れれば V, v が 取りやすいいいいかなっててううふうに考えてあげるといい例えばまっすぐ入れてあげると後で取りやすいかな。じゃあここでまた右手は固定左手でくる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 っとラディッシュを回してあげる。そしたら今のラインとラディッシュの中でナイフの刃先が混じり合うだろうな っていうことを想像して。ナイフを入れて。よいしょ。いいこんな。二本目。で、また三本目ね。またこう、まっすぐ、スーっと、くる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 ーっと。 そしたら今の彫りとナイフの刃先が中で混じり合うだろうなっていう角度でナイフを入れてあげたらくる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 っと回してあげるこんなはいできたこんなこんなこれねよいしょこんな感じですはいはいじゃあえっ、ー、と最後なんか 一番手間のかかる <laughs> あの市松が残りました。どうしようか？えっ、ー、とちょっとこの細かさを今やるのは時間かかっちゃうかもしれないから、もう少しあの大きいデザインにさせてもらいますね。で、もう少しこの四角四角が大きくなるっていう感じですね。で、ちょっと待ってね。これなんかこれほらいびつだからちょっと違うのにしようかな。 なんかね形いいものの方が掘りやすいですよだからラディッシュ購入する時もちょっとあの中身見てなんかこうまん丸なまん丸な子が多いラディッシュ買ってあげるといいと思います、はい、じゃあちょっとここいらないところを切っちゃいますねうんそしたらね 一目にしたいから、えっ、ー、とまずはこのえっ、ー、と四角四角になるラインを縦縦縦縦,縦、横,横横横横っていう感じでラディッシュに対してまっすぐナイフを入れていってあげます。じゃあまず縦のライン入れていきましょう。ここから始まって、うんとどうしようかな。ここから始まって。 シューッと深さはねそんな深くなくていいですこれもやっぱり深すぎるともうち外れちゃうからだからまあ2,3ミリも入ってればいいですよで今1本引いたら真かいにもう1本ここね今見えないか1本1本引いたんですよそしたら大きさのバランス取りやすくするように90度横のところに真横に1本 でまた真横に一本。そしたら今四つ四分割できたので、それを八分割にしてあげます。間間にも縦のラインを入れてあげる。深くなりすぎないようにね。これ結構ね、掘ってる間ね、気を抜くとざっくりナイフを入れて、深くしがちなんですけど。そんな深くする必要ないですから。 では横のライン横のラインちょっと把握しづらいようだったらまたさっきの時のようにこうやって円の下書きを入れててあげてもいいいと思います慣れてきたらねそのままスパスパどんどん作業始めていってもいいと思うんだけれどもでこのラディッシュ究明になってるけどまあ大体でいいんですけどラディッシュに対してまっすぐこう垂直な感じでナイフをこう入れてあげ で深くなくていいです2 3ミリも入っていればいいですでナイフをこう前後にキコキコ動かしながら右手はその動かすということと角度をキープするということを意識してで左手でラディッシュを回していく、はい、そしたら次々とこの横のラインを どどどどん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 掘っていきましょうちょっとねあの数が掘る手数が多いデザインなのでまあお時間があるときに今日ご紹介したデザインの中では一番ねちょっとねうんなんか大変みたいな感じかもしれないです。 ちょっとねこれよりかなりデザインあの四角の大きさ大きめにしちゃってるんですけれどもはい一応今ね彫りの下彫りみたいなのは入れましたそしたらどこかどこでもいいから一つこうナイフをかなり寝かせて削り落としてあげるこうやってかなりナイフを寝かせて 四角を一個削り落としてあげるそしたら1個飛ばしでよいしょ一つ飛ばしでこう次々と削り落としてあげましょう。これね一つ飛ばしで削り落として一周ぐるっとやるということはこの何最初にやった 縦のラインの下書きは偶数数の本数じゃゃななないいとぴっったり合わなくなっちゃいますよねだってここで白赤白赤白赤ってなるわけだから最初にやった私これ8等分でやったから今うまい具合に収まったじゃないですかこれ9等分でやってたら白赤白赤白赤どっかで白白とか赤赤とかそういう風になっちゃうじゃないですか。 だから偶数の縦のラインを彫るときは偶数の分割になるようにして彫ってあげましょう。でかなりナイフをペタッと寝かせてここの四角の中を削り落としてあげる。 お正月とか結構いいですよ。このデザイン。あ、そうだ。今日そうだ。ラディッシュの？私、あれいつもの？見本見本は何分割だろう？あ、今ちぎれちゃった。えっ、ー、と123、456あるから12分割ですね。やはり見本はうん。ちょっと待ってね。 ラディッシュのいろんなものを紹介しようかなあさっきお正月にいいですよって言ったじゃないですかこんな感じこんな風にほらお正月っておせちの飾り切りとかするじゃないですかそういう時にこうやってラディッシュ入ると特にこの市松和風な感じなのでおせちとかにいいですよねね ちょっととりあえずやっちゃいますね終わってからちょっといろんなラディッシュ他にもいろんなラディッシュの画像をちょっと用意しているのでそういうのをちょっとご紹介しようと思いますちょっと四角があまりにも大きいね八 <laughs> 分割だとこんな大きくなりますまあ元のラディッシュの大きさにもよりますけどね えーとラディッシュの飾り切りは本当にいろんなデザインあるから楽しいですよ。今日紹介してるのはまあ,あの簡単にできる初めての方でもできるんじゃないかなと思うような簡単なデザインをご紹介してるんですけど、まあ、経験者の方は経験者の方でねもっといろんなちょっと あの難易度の高いデザインとかもたくさんあるのでいろいろチャレンジしてみていただけると楽しいかなと思います。こんな感じでちょっとかなりあの大きめなんですけれどもまあ慣れるまではこんな <laughs> <laughs> こんな大きくってもいいのではないんでしょうかねちっちゃくするとこんな感じね分割の大きさ変えるとあの見え方の雰囲気も結構変わってきますよねこんなこんなこんな辺ねはいはい、はい、ではえー、っと今日の彫りはもう1時間になっちゃったねこんな感じで終了にしたいと思います。 どうですか、ね、できそうででですすかかねねきそ一応あの私的にまあ初心者さんでもできるかなと思うのをそういうデザインを持ってきたつもりなんですけれどもまあ、ね、ちょっと中には市松とかちょっと根気のいるようなものとか。 あのちょっと手間のかかるものもあ,あったかもしれないんですけど、まあいろいろ掘ったのでお好みのデザインがあればまあそれをねやってみていただけるといいかなと思います。あのピクルスにしたりお肉料理のお皿の横っちょに添えてみたり、あとはサラダの中に入れてみたりお弁当のね彩りとして入れてみたりいろいろご活用できると思いますのでで今日は。 あのこのデザインですけれどもねえー、っとねちょっといくつか紹介していきますねえー、っとあれなんで写んないのあこうかこれはねちょっとあのいちごをイメージして作ったあのラディッシュですねなんかヘタの部分みたいなのを作ってちょっといちごっぽくなるような感じでうん。 でこ,んなこれねえっと私よくやるんだけどきゅうりとかズッキーニを半分に切ってそこをそれをダにしてのせてるんですよ。えー、にもあったそうそうこれねこんな感じにあの,のせてあげるとこれこれねきゅうりなんですけどものすごいビッグきゅうりおっきなきゅうりがあったのでちょっとラディッシュのせてみました。 で、ここにあるラディッシュもいろんな彫りあるでしょ今日彫ったのとハートとかね同じやつもあるんですけれどもそんな感じでこの辺はちょっと上級者さん向けかな細かいしちょっとクリンクリンってなってる彫りなんかはちょっと初心者さんには難しい感じなんですけれどもうんあと昨日パプリカの器作ったじゃないですかでそのねパプリカの器の中に このラディッシュ用うかなんか刺してまるでこうお花を牡蠣に刺すような感じでねこう飾り飾ってあげても可愛いですこれこのままねあのポンポン食べることもできますのでであとねこれ <laughs> これねえっとねずみ年の時に確か作ったのかな <laughs> あのネズミですで一応ね手前にあるチーズはね 確かこれかぼちゃかなんかで作ったんじゃなかったかなと。思ううんあ、これはね教室のあのレッスンカリキュラムであるんですけど、まあこういう感じでレッスンもしてます。はい、はい。うん、これこれ。今日似たようなの？作ったね。うん、そうそう。こんな感じに。 でこれは随分前にあのオーダーいただいたあの時の柑橘のフルーツの中にラディッシュあの彩りで入れてあげた時ですね。でお正月はまあこういう感じでちょっとあの和っぽいイメージを出すような感じで掘れば、あのー、おせち料理とかにもすごく合いますので。あこれはねあの 今あのダスキンさんとよくあのコラボをさせていただいてるんですけれどもまあその時のやつですね。うん。あとはこんなふうにね何だろうこういう模様のような感じを彫ることもできますね。うん。こんな感じで、えー、といろんなもの彫れますのでぜひぜひあのお楽しみいただければと思います。はい。